シティホールは、ロンドン市長とロンドン議会から構成される、大ロンドン町の本部である。庁舎は、タワーブリッジに近い、テムズ川南岸のサザークに位置している。設計者は、ノーマン・フォスターで、グラの設立から2年後の2002年7月に、開庁した。グレーターロンドンオーソリティは当初、設立されてから2年間は、ウェストミンスターのマーシャムストリートに面する、ロムニーハウスに入居していた。 ロンドン議会の会議は同じくマーシャムストリートにあるエマニュエルセンターで開かれていた。シティホールの庁舎は6500万ポンドの費用を投じて、以前はプールオブロンドンに接するはと場として知られた場所に建設された。庁舎の所有権は大ロンドン庁には帰属せず、25年間の賃貸借契約により借用されている。その名称にもかかわらず、シティホールはシティに所在するわけでも、 具体的な公共サービスを提供するわけでもない。これはしばしばグレーターロンドンとシティオブロンドンの混同を招いている。しかし2011年6月にボリス・ジョンソン市長が2012年のロンドンオリンピックの開催期間について発表した際、庁舎をロンドンハウスと呼んだことから以後はこの名称が使用されるものと推測される。グレーターロンドンオーソリティの前身は グレーターロンドンカウンシル及びロンドンカウンティカウンシルであり、その本庁舎はサウスバンク上リューブランベスのカウンティホールに所在した。カウンティホールの会議室は2012年現在も完全な状態を保ったまま残されているが、高級ホテルやアミューズメント施設、水族館等の多用途における協約のためにグラが使用することはできない。ロンドンシティホール内の螺旋階段下から眺めた。 ラッセン階段、レゴランド・ウィンザーにあるロンドンシティホールの模型建物は独特の球根のような形状をしている。これは表面積を減らしてエネルギー効率を上げるためだとも噂されるが、エネルギー利用の測定結果によれば、この建物はエネルギー利用の点で全くもって非効率的であることが示されている。ダース・ベイダーのヘルメット、不格好な卵、 ダンゴムシやオートバイのヘルメットなど、これまで様々なものと対比されてきた。前市長のケン・リビングストンがそれをグラステス・ティコルに例えたのに対し、現市長のボリス・ジョンソンはザ・グラス・ゴーなど、あるいはより丁寧にザ・オニオンと例えた。設計者らはテムズ側にかけられた巨大な玉のように見えたと述べたが、実際の建物は従来型の建物と同じく、 地面にしっかりと座っている。ニューヨークのソロモンアルールンハイム美術館のそれを思わせる長さ500メートルの螺旋状の通路が建物の最上部まで登っている。10階建ての建物の最上階はロンドンズリビングルームと呼ばれる展示、会議スペースとなっており、開放的な展望デッキを備えていることもあって、時折一般開放されている。通路からは 建物内部を眺める渡すことができ、その透明性を象徴づけている。設計者のホスターは、ドイツの国会議事堂の改修の際にも、似たような設計を施している。2006年、建物に太陽光発電装置を取り付けることが、ロンドン気候変動局により発表された。タワーブリッジ付近にあるテムズ川のサザークバンク庁舎の最上外バルコニーから眺めるタワーブリッジと、 カナリーワーフ庁舎はサザークと区特別区のテムズ川河岸に位置する。より広い範囲を対象とするモアロンドンと呼ばれる開発事業の一環として整備された。最寄りのロンドン地下鉄及びナショナルレールの駅はロンドンブリッジ駅である。ありがとうございます。